はいどうも、車買う中盤ワントップチームです。今回は納車されました私の新型ベルファイアハイブリッド Z プレミア、改めて内外装超詳細レポートやっていきたいと思います。良いところ悪いところありましたので、それぞれレポートしたいと思います。こちら新型ベルファイア、ハイブリッドの Z プレミア肉、こちらの価格がなんと肉でも690万円からとなっています。それではね、改めてベルファイアハイブリッド Z プレミアエクステリア見ていきたいと思いますが、いや晴天下の中で見る新型ベルファイア、いかついなこれ。いや黒のベルファイアかっこいいでしょうよ。でこのブラックが202っていうね、ソリッドブラックになってるんですよ。ラメとか入っていない漆黒のブラックなんで、まあ、傷とか汚れとかは大変なんですが、この深みはねめちゃくちゃありますよね。そしてヘッドライトは三眼 LED ヘッドライトになっていて、下の部分がですねデイライトとして光っていると。で中央の部分がアダプティブハイビームになっています。でちなみにウインカーはこんな感じですね。デイライトの部分が反転して光るシーケンシャル流れるウインカーになっています。で LED フォグランプもついていると。でウインカーの下のところにポチッと光っているのがコーナーの先を明るく照らすコーナリングランプになっています。そしてボンネットフードのところがね、こういう風な分割線がここに入るような形になりましたね今回からね。そして、グリルのところですが漆黒メッキになっているので、ブラックのボディとの、ね、一体感がすごいですよね。これがね他のボディカラーだとまたここがねキャラクターになるんでしょうけど、ブラックのこうなんかまとまり感塊感みたいなものも捨てがたいということで、私はブラックを選びました。まあ、ベルファイアはブラックというイメージありますからね。私も以前に買ったサンマルのベルファイアはブラック買ってました。でここはなんかグリル形状に見えますが、こう全部塞がってます。で下のところは LED フォグランプになっていると。で、フロントリップのところもメッキ加色されているというデザインになっています。いやいかついですね。そしてフロントのグリルのエンブレムはですね、ネッツのマークでしたけれども、今まではね今回からトヨタマークになっているという感じです。で続いてサイドの方回っていきますけども、新型ベルファイアのボディサイズは全長4995、全幅1850、全高1945となっていて、もうほぼ5メーター、全幅もでも 1.85 に収まっているので、マンションの立体駐車場のパレットにギリ収まるサイズになっているっていうのはね拍手ですね。全長も5メーター以下だとパレット OK な、マンションとかもありますからね。で全高も2メーター以下ということで、マンションのね、下段とかの2メーターの高さに入る、サイズにもなっているというところはね、日本に絶妙なサイズになっているなと思います。そして再度寄っていきますけれども、ベルファイアにはですね19インチのタイ&アルミホイール、ついています。そしてブラックスパッタリング加工されていて、これがねブラックのボディに相まっていいんですよ。光が当たっていると結構シルバーに見えますが、光が当たってないとね本当ブラックに見えると。このホイール気に入ってますね。で履いてるタイヤは、ダンロップの SP スポーツマックスになっています。でタイヤサイズは 225-55R19 となっています。まあ、ちょっとね幅は細めになっているという感じですね。そして、サイドロアのところにはこういうメッキのラインが入っていて、そして、ミラーはこういう感じ。そしてここからですねメッキがぐるっとこう反周するような感じになっていて、で窓の枠の下のところに来てここにベルファイアのロゴがあると。で運転席側にもありますが、これ乗り込むたびにねベルファイアのロゴを見るような感じになりますね。でここで一旦メッキが止まってますが、またここからメッキが始まるようなデザインになって、ここはダークメッキですかね。で上は普通のメッキなんですかね。この辺は結構だからいちいち凝ってますよねデザインがね。でルーフが浮いて見えるようなフローティングルーフのデザインになっていて、そのままリアにつながっていくと。そして、ベルファイアがいいのがですねここですね。このフロントのフェンダーのところとかは結構ね切れ込みが入っていて、筋骨隆々という感じがしていてですね、でリアにここがですねえぐれているようなデザインになってるんですね。なので結構ね躍動感があるデザインになってるんですよ。これが実車見ると結構ねこのえぐれてる感じっていうのがかっこよくてですね、めちゃくちゃ気に入ってるポイントですね。そしてルーフスポイラーもなんかいい感じでバランスが取れてるでしょ、上下ので。19インチの力強いホイールがあるという感じですね。そして、ルーフスポイラーの中にですねベルファイアアルファードではこのようにワイパーが隠されていると、まあ、これによってリアのガラスのところがねすっきりしていると、高級感があるというデザインになっています。そしてリアコンビネーションランプですが、この V が2つね連なるようなデザインになっていて、リアコンビネーションランプトヨタのマークを中心に左右つながるようなデザインになっていると。
これがアルファードの違うポイントになります。これもねかっこいいんですよね。でちなみにリアウィンカーもこのように流れるシーケンシャルタイプとなっているという感じですね。左右貫通するデザイン、いやこれいいですよね。アルファードとどっちがいいか皆さんぜひコメントいただければと思います。続いて内装見ていきましょう。ここにね乗り込むたびにベルファイアのロゴが見えると、鍵穴は見えるタイプとなっています。でドアを開けるとこんな感じですね。このサンセットブラウンっていうねタンカラーの内装が鮮烈ですよね。このタンカラーの内装を選べるのがベルファイアのみとなっています。アルファードでは選べません。そしてこの辺も全てソフトパッドになっていると。でロックピンもサテンメッキされています。で中央の部分もサンセットブラウンになっていて手触りも良しと。で中央のところはここもねちゃんとここも合成比較になっていて、こういうなんか少しね折り目のようなものがついていて、でこの辺もサテンメッキされていると。いや見栄えがめちゃくちゃいいんですよ。でインナードアハンドルもサテンメッキされていると。でポジションメモリは3つついているということでレクサス顔負けですね。でここも物が置けるようになっていて、で台座のところはね無塗装素地ですけれども、ウィンドウスイッチ自体にはサテンメッキが入っていると。でこの辺も、ね、ステッチ付きのソフトパッドになっていると。でここ土手みたいになってますが、これがですねこことつながるようなデザインになってるんですね。で下の方はハードプラですけれども、ちゃんと LED のカーテシランプもついていると。でドリンクホルダーと、ドアポケットになっているという感じですね。そして、ヒンジは、プレス製となっています。でシートなんですけれども、こちら、プレミアムナッパレザーになっているということで、もうこの辺の手触りとかは非常にいいですね。でこの辺とかもねこういうクロスのねキルティング調のようになっていて、パイピング処理がされています。でこの辺もたっぷりとした、縫製がされていて、でパワーシートになってますけれども、ただですねランバーサポートがついてないんですね。まあ、この辺はちょっとドライバーズカーとして乗る機会が多いと思いますんで、アルファードベルファイアはね、なのでランバーサポートはついててほしいなと思いました。そしてここはですねベルファイアのロゴがついていて、その下はですね一段階段上がるようななっています。だからちょっとね運転席高い位置にあるんですよね。その分見晴らしも良いという感じです。そしてペダルなんですけれども、ちゃんとオルガン式になっていて、なんちゃってじゃない、ちゃんと床から生えているオルガンペダルになっています。それではちょっと乗り込んでみましょう。ドア閉めた音はこんな感じ。先代よりもねベインっていう感じは減ってますね。新型ベルファイア Z プレミアのインテリア全景はこんな感じ。いやサンセットブラウンの内装カラーがいいですね。細かく見ていきましょう。14インチという超巨大なナビモニターになってます。もうレクサスと同じなんですよぶっちゃけね。でこのダイヤルもこれね温度調整がこれでできるようになってますけど、これもレクサスと全く同じです。 RX とかと全く同じ、 NXRX と同じですね。でこの辺の情報を畳むこともできます。で、ステアリングヒーター、シートヒーター、シートベンチレーションも当然ついてる。しかもオートモードもついてますんで、寒かったら自動で起動すると。で、暑かったらこのシートベンチレーションが自動で起動するというような賢い制御になっています。で、このナビはね、最近のトヨタ、レクサスでおなじみの、まあ、例のあれですけども、まあ、徐々にアップデートされていってですね、高速道路のパネル表示でね、サービスエリアとかの予想通過時間が出ないっていうこともなくなりました。ようやくまともになってきたという感じですが、まだね、例のエネルギーフローに関してはですね、まだこの理科の実験みたいなやつのままとなっています。これもね、ウィジェットとして、なんか小さく、まあ、この辺に表示できるとか、あと再生中の音楽とかもこの辺になんかちょっとね、表示されるとかなるといいんですけどね。で、デフロスターとかがついていて、こちらがパノラミックビューモニターの起動スイッチになっていると。まあ、360度モニターですね。で、これ、アドバンストパークというね、自動駐車のスイッチになっています。まあ、これね、駐車位置を選ぶと、まあ、自動で駐車できると。しかも車外にいてもスマホで操作して、駐車できるという超ハイテクな機能となっています。でオーディオノブがあって、でナノ EX になっています。でハザードランプはこんな感じで、このね、エアコンのルーバーもここもちゃんとなんかゴールドみたいな素材になっていると。いやー金のかけ方がレクサス以上と思っちまいますけどね。でこのナビのベゼルのところもこういうね金属のようなものと、あとその縁取りのところもちゃんと合成比較になっているということで、もすごいでしょう。でその下ですけれども、スマホの非接触給電になっていて、その隣にはですね、USB のタイプ C が2口あります。でデータ通信用の穴はタイプ C になっているので、オッドキャストはねケーブル1本でつながる、この辺はね簡便で良かったですね。この辺もたっぷりとしたニーパッド、ソフトパッドになっていて、当然ねこう当たっても良いようになっていると。でこういう細かいとこまで全部
合皮貼られてますからね、やばいですよ。この隙間とかもね。で、その下、まあ、ここはさすがにカチカチですけど、オードトリックのリセットボタンがあって、ETC のユニットはここについているという感じですね。そして、この辺はピアノブラック、広大な面積ピアノブラックになってますが、ちょっとまだスマホ守くん塗ってないんで、早めに塗りたいと思いますが、ピアノブラックのところはね、スマホ守くん塗って保護しておくと、磨き傷とか、ね、指紋とかつきにくくなりますんでね、ワンソクチューブの 5% オフクーポンをいただいてますので、下の概要欄からチェックして、スマホ守くん、傷つく前に塗ると良いと思います。施工方法なんかもね、動画でまとめてますので、下の概要欄チェックしてみてください。そして、これね、シフトは右に倒して下にやると D。上に上げると R、 そして R に入れると360度モニター、パノラミックビューモニターが起動すると、そして P はここを押すという感じですね。そしてエコモードの切り替えがありますが、ドライブモードセレクトがないんですよね。なんでパワーモードとかスポーツとかはこちらのベルファイアにはないと。トラクションコントロールと EV モードで、電動パーキングブレーキと電動パーキングブレーキのオートホールド、これね、メモリー機能はついてないんで、起動のたびに1回押す必要はあります。そしてここもね、ピアノブラックのリッド付き蓋付きのドリンクホルダーになっていて、でこれも外せると着脱式になっています。ここスマホとかね、立てておけるので便利ですね。そしてこのアームレストですが、ここのところとかも土手のところもちゃんとステッチ付きのソフトパッドになっていると。でここのサイドのところにもこの、ね、あの加色がこういうところにもついてる、細かいでしょう。で中は、アクセサリーソケットと、タイプ C の、そして HDMI の端子があると。でさらにこの中にはですね、深い穴になっていて、底面はフェルトのようなものになっているという感じですね。ここにね、冷蔵庫の機能があったらよかったなと思いました。でこれ反対側からも開くという感じですね。で続いて助手席の方ですけども、この辺も当然ソフトパッド、超広大な面積ソフトパッドになっています。メーターフードもソフトパッド、ステッチ付きとなっています。いや抜かりないね。でこういうところもゴールドの、加色がしてあって、で助手席のところ、エアコンのルーバーの上のところですけども、ここがですね、はい、こう押すと、なんと、ドリンクホルダーが出てくると。しかもエアコンの風が当たって、まあ夏だったら冷たく、冬だったら暖かくなると。いう気の利いた作りになっています。で、見た目もね、すっきりしていると。で、さっき言ったね、土手みたいになっていると言ったのが、ここがね、繋がるような形状になっています。で、ここも広大な面積、ソフトパッド、ステッチ付きになっていて、下の部分、ここまでソフトパッドですからね。で、開けると、こんな感じで、中は肝押し上げとかはされていません。容積も、まあまあ、そこそこ、という感じですね。続いてステアリングですけれども、この木目調と、本革のコンビネーションのステアリングになっていて、こういうところもピアノブラックになっていると、こういうところもピアノブラックになっていると、いや見栄え良いですね。そして驚きがですね、このタッチトレーサーオペレーションになっていると。これはもうレクサスの1000倍特許かと思ったんですが、ステアリングスイッチと連動して、ここ触っているこのスイッチとこれが連動してるんですよ。でこのページ送りとかもできて、音楽とかのね切り替えとかができるという感じになっています。当然こちらの右側もですね、はい、タッチトレーサーになっていて、こちらが運転支援とかですね、クルーズコントロールとかで、ページを切り替えるとメーターのディスプレイの表示切り替えの、ボタンに割り当てられていると。なので、まあ、ここで、ページ切り替えをすると、まあ、このようにメーターの情報を切り替えることができるという感じなんですが、ただですね、これちょっと欠点がありまして、クルーズコントロール中はこのタッチトレーサーがロックされます。このクルーズの、このボタンにロックされるんで、クルーズコントロール中はメーターの切り替えができなくなっちゃう。これがねちょっと使い勝手が微妙なところなんですよね。ただですね、メーターは 12.3 インチのフルデジタル液晶メーターになったということで、今まで理科の実験を見なければいけなかったエネルギーフローとかもここに割り当てることもできますし、同時に燃費もこのように表示できると。で中央のところには地図、まあ、簡易的なものですけれども地図も表示できると。でこれもいろいろデザインも変えられるようになってます。このようにここの中央に何を表示するかというのも変えられますし、で右側とかもそれぞれ何を表示するのかとかいうのもここでも調整することができると。さらにですね、メーターのデザイン自体も変えられると。だからね、デザイン変えたり設定変えたりが、このメーターの中から選ぶのかこっちから選ぶのかってちょっと散らかりすぎてて、トヨタ車レクサス車たくさん乗ってる私ですら探すっていう、統一されてないんですよ。この辺がちょっとね煩雑だなと思うとこですね。これ二眼にしたりとか、あとはまあシンプルモードにしたりとか、あとはまあ一眼メーターにしたりとかすることができます。
で、クランクロスオーバーとかであったウィジェット機能は残念ながらこちらのアルファードベルファイアではありませんでした。ウィジェットがあるとここにね、平均燃費と音楽の情報とかが常時表示できるっていう、さらに情報を追加することができるんですが、こちらの新型ベルファイアアルファードではなかったという感じですね。そして、パドルもついていると。なのでちょっとね減速したい時とかはいいですよね。そしてここにね、ドライバーモニタリングシステムのセンサーがありますが、これでドライバーを見ていてよそ見をしていると2秒ぐらい視線を外していると怒られてしまうということなので、まあ、ナビを操作したりとか、まあ、当然ね、オットキャストみたいなこういうなんか YouTube をここで映したりとかするような際でもドライバーはよそ見しているともう車の方から怒られるというね安全装備になっています。なので、まあ、当然ドライバーを注視できないようになっているという感じですね。そして、メーターフードもソフトパッドになっていて、こういうところのねピラーとかヘッドライニングも機能処理されてるんですよ。なのでここもレクサスクオリティといって過言じゃないですね。そして、ここにはドリンクホルダーがあって、ここもエアコンの風が当たるようになっていると。でエアコンのルーバーもこういうところもゴールドの加色がしてあって、で、ここは土手のようにねドアにつながっていると。でアダプティブハイビームのオンオフスイッチですね。で、パワードアもオフと、あとは、電源を供給するかどうか、あとはフュエルリッドのオープナーになっていると。で続いてオーバーヘッドですけれども、なんとデジタルインナーミラーもついているという感じですね。やっぱ3列シートですんで3列まで乗ってしまうとですね後方視界が悪くなると、まあ、そういう時でもやはりこういうデジタルインナーミラーのようなものがあると後方視界の妨げにならないからいいですよね。視覚も減りますからねこれによって。そしてオーバーヘッドコンソールですが、ランプボタンを押すとここがね面発光すると、これも綺麗なんですよ。さらにダウンライトもここタッチセンサーになっていて、運転席助手席の方照らすこともできると。だから結構明るいんですよね。でパワースライドドアの、スイッチがここにあるんですね。今までは運転席側についてましたが、ここにつくことによって助手席側でお母さんがパワースライドドア開けたいよっていう時は操作両方からできるという気の利いた作りになっています。さらに、サングラスホルダーもあってですね、で SOS コールがついていると、まあ、これを押すと自爆するわけではなくオペレーターにつながるやつですね。でダウンライトもついている。でここにシェードオープンというスイッチがありますけれども、これがですね、はい、このように上から下がってくる電動ブラインドの、開閉のスイッチとなっています。いや高級感あるな。そしてさらに、このルーフのオープンクローズもここでできると、はい、こんな感じになっています。まあ、ただしね今回あの運転席の上空の、サンルーフはなくなりました。まあ、ここがねつかなくなったっていうのが、まあ、少ない不満点の一つではあります。続いてバニティですけれども、カードホルダーがあって開けると LED の照明付きということで、夜間のお化粧直しもバッチし、助手席側も同様ですね、はい、LED の照明付きとなっています。続いて2列目見ていきましょう。2列目の開閉はねこれ引っ張ってもできますが、このシーソーボタンという新しいものになって、これ押すとですねこれが一回こっちに動いて缶抜きを抜くようにスススと開くんで、ちょっと見てみてください。ほらねちょっとこっちに動いてから開くというような感じになっています。これによってより上質な動作になっているということでした。そして2列目こんな感じですけれども、まあ広いですね。広角で見るとこんな感じ。上のアンビエントライトもいいですね。そしてサンセットブラウンの内装カラーも良いでしょう。高級感ありますよね。そしてオットマンを最大に出してみましたけれども、どうですか。もう超快適空間という感じですよね。上にもサンルーフがついて、いやー贅沢極まると。まあ、これがねアルファードベルファイアが支持されている、まあ、大きな理由の一つではないかと思います。そして、フロアの高さですけどこんな感じということで、私ユニバーサルステップねメーカーオプションで付けなかったんですが、付けといても良かったかなともちょっと思いました。あれ後付けできませんからね。なんで1回足を上げる高さとしては、まあ、結構40センチぐらい上げてんのかな、どうでしょうね、まあ、結構高いですね。なのでお子さんとかお年寄りの場合はユニバーサルステップあった方がいいかもしれないですね。で1段上がってもう1段あるという感じです。まあ、ただ救いなのがですね、このグリップですね、アシストグリップがかなり長い、下にまで来てるようなものになってると、この辺気が利いてますよね。でしかもここもソフトパッドステッチ付きになってるんですよ。すごくないって感じですよね。いやー高級感あるわ。それではねちょっと乗り込んでみましょう。グリップを掴んで、よっこら小一という感じです。まあ広い、まあ広いな。
で、ドア閉めるとこんな感じですね。はい、なんか変な音がしてますが、あれね、音選べるんですよ、何種類か。で、ドアを閉めるとこんな感じですが、ドアの内側は、まあ、こんな感じ。ここもソフトパッドになってんだ、すごで、上もこんなクソ長いあのグリップがついていて、さらにここがですね、スイッと出てくる。あ、この動きも憎いね。こういうところにあのフックがついているという感じになってます。で、天井も2列目以降もちゃんと肝仕上げされているという作りになっています。そしてここね、スイッチありますが、これが何かというと、はい、電動ブラインドの下げるスイッチですね。これもなんかしっとりとした動きになってますね。で、ここにゴールドの加色があって、ここもソフトパッドになっていると。で、木目調のパネルがついていて、スピーカーがついていると。で、窓のオープナーがありますね。窓は、まあ、こんぐらいですね。全開はしないと。で、グリップのところにも加色がしてあります。いやー。で、ここにドリンクホルダーが一つあると。で、ここにスピーカーがありますね。そして、ベルファイア2列目ですけども、まあ、広いと。まあ、これで文句ある人はなかなかいないんじゃないかなと思いますが、めちゃくちゃもう足元もめっちゃ広ですね。まあ、広角で見るとこんな感じですけど、まあ、足も伸ばせちゃうぐらい広いですね。で、さらにですね、ちゃんとここにもアシストグリップついていて、ここもソフトパッドなんですよ。いやー、高級感あるなー。で、ここにね、ちゃんとシートバックポケット、運転席、助手席がついています。で、センターコンソール、コンタンなんですけれども、ここも、あのね、前席同様、こういうゴールドの加色がしてあって、で、ここはオープナー開けるとですね、1500ワット対応の 100V の電源がついているという感じですね。わざわざね、蓋付きですからね。で、ここもゴールドの加色で、ここも、ね、少しここにも加色ありますけど、開けると、あ、まあ、結構広いですね。まあ、ここは何を置くかって、ゴミ箱にしてもいいし、ペットボトルもなんか結構 3,4 本入りそうなぐらい広いですね。で、さらにですね、ここに隠し収納もあって、まあ、何を入れるか問題はありますけど、まあ、デッドスペースを完全に有効活用していると。もうデッドスペース作らないぞというね、心意気が感じられますよね。で、もう床も完全フラットだし、いやー、広いな。文句ない。そしてアームレストですけども、ここに少しスマホも立てておけるような、こう格納式のカップホルダーになっていて、肘置きにも兼ねていると。この辺も当然ソフトパッドになっています。そして、こっち側ですけれども、ここにスイッチがあって、電動リクライニングと電動オットマンがあるということで、このように押すとゆっくり電動でオットマンが出てくると。いや、贅の限りって感じですよね。ここまで来ると、そうするとこういう風に足を置けるし、まあ、靴脱いじゃってこの辺であぐらをかいてもいいですよね。長い距離あの移動するときはあのこのオットマンを出すと良いと思います。この前もね、家族旅行しましたが、オットマン喜ばれてましたね。で、さらにですね、シートヒーター、シートベンチレーションまでZグレードでね、ついているということで、今まで先代まではエグゼクティブラウンジにしないとシートベンチレーションとか2列目つかなかったですが、今回は Z グレードでもね、シートベンチレーションつくんで、まあ、これで十分かなと思って私 Z 買ったという経緯があります。で、 Z グレードだとですね、ここがウォークスルーできるんですね。なんで、いちいち2列目をスライドさせなくても3列目にアクセスするにはここでウォークスルーできると。まあ、これが私の決め手でしたね、買った。で、ここには折りたたみ式のテーブルがあるんですが、ここな溝あるけど、これ先代だとね、ここね、ドリンクホルダーになってたんですが、今回何にもならないトレーなんで、まあ、だったらここにもドリンク置けるようになってたらいいのになとは思いました。せっかくテーブルになってるんだったらね。まあ、でも十分っちゃ十分ですけども。はい、そしてオーバーヘッド見ていきますが、はい、オーバーヘッドコンソールはこんな感じですね。で、ここのイルミネーションはあの色を選べます。私青が好きなんで青にしてますが、で、エアコンのルーバーがあって、で、ここダウンライトのスイッチになっています。これをつけると、まあ、ここが光ると。これもあの調光できるんですよ、3段階で。ちょっと暗くとかね、明るくとかできます。で、ここにですね、エアコンのこれ4ゾーンになっているので、左右独立して温度を調整できるという優れものになっています。まあ、風量とかもね、ここで調整できると。で、オートにしとけば、まあ、問題ないかなという感じですね。そして、ここにですね、収納があって、まあ、ちょっとした小型の、ティッシュとか、あとはサングラスホルダーにもなります。3列目にもついています。はい、そしてやはりね、これルーフシェードありますけど、これをオープンとやると
はい、こちら側が開くと。で、こっちも開けることができると。まあ、ここまでですね、うん。3列目の頭上とかまでにはないですが、左右分割した、まあ、ルーフがあるんで、まあ、結構明かり取りとしては非常に明るいですね。そしてですね、運転席とか後部座席から助手席をこのようにずらすことができる、動かすことができる、こういうスイッチもついていると。まあ、後ろにね、VIP 乗せる際には足元をより広く取るためにこれをね、ずらすこともできるという気の利いた機能もついています。では続いて3列目アクセスしてみましょう。じゃあ2列目のこちら助手席側をですね、ちょっと、前にずらして、まあ、拳、手のひら1枚分ぐらい、拳で 3.5 個分ぐらいにずらした状態で3列目アクセスしてみましょう。運転席側は一番後ろにスライドした状態ですね。そして Z プレミアではですね、ここ、ウォークスルーできますんで余裕で大人でも通ることができます。はい。そして3列目にアクセスするとこんな感じですね。いや、全然広い。全然広い。あ、これでも3列目手のひら1枚分、拳 2.5 個分ぐらいありますね。だからこれでも足組めちゃうぐらいですね。いいですね。で、2列目を一番後ろにスライドした状態だと、まあさすがにそんなに広いというわけにはいかないけど、まあ、拳1個分ぐらいという感じになっています。まあ、背もたれも今結構寝かしてますからね。まあそれにしてもシートが結構でかいんで、まあそれによる圧迫感はちょっと若干感じるところですけども、まあ2列目を前にずらしていればですね、まあこのぐらいの広さはあるという感じですね。そして3列目も3人掛けなんですけれども、中央アームレストにすることもできます。そうすると、まあ、左右独立のアームレストになって、もちろんリクライニング機能もついているという感じですね。はい。今3列目もこれスライドできるんですが、一番後ろにした状態となっています。そして3列目にもドリンクホルダー完備されていて、 USB ソケットもちゃんとバックライト付きで夜でも差しやすいようになってますね。で、この辺もちゃんとソフトパッドなんですよ。で、当然この辺も肝仕上げになっていて、グリップもついていると。で、ここにこうなんかスイッチありますが、これがなんと3列目の電動ブラインドの操作となっています。これで開けることもできるという感じですね。で、この辺もソフトパッドになっています。で、ここもソフトパッドだ。いや、すごいな。で、ここちょっと物が置けるようになっているという感じですね。で、ここで、3列目から2列目をこうスライドさせることもできるという感じですね。まあ、そうすると、まあ、3列目でも超足元がね、広くなって足も組めるぐらいになっちゃいます。まあ、そうすると2列目は、まあ、それでも2列目別に座れるぐらい広いですね。うん、だから手のひら 1.5 枚分ぐらいずつをこう融通するような感じですかね。そしてこちら反対側にもですね、助手席側にもドリンクホルダーと USB のソケット一口ついています。この辺もソフトパッドになっていると。で、3列目のオーバーヘッドもここでね、照明を切り替えることもできますし、3段階の調光機能付きで、ここに物置があると。ティッシュも置けるという感じですね。抜かりなしでしょ。続いてね、ラゲッジも見ていきたいと思いますが、オープナーはね、ここにないんですよ。ここに、オープナーがあります。で、ここのスイッチを押すと、はい、このように開くと。で、3列目まで使っていると、まあ、さすがに、容積としてはですね、そんなに置けないという感じですけども、実はですね、この下に結構な深さがありまして、こんぐらい深いんですね。なんで、ここにボストンバッグだったら結構置けちゃうと。で、こちら側は今ね、ヘッドレストとか、あとパンク修理キットとか、あとね、これ、外部給電アタッチメント、窓にはめて、1500W のね、電源ケーブルから外に、ケーブルを出して、まあ、災害時とかね、この車を発電機として使うためのアタッチメントとかが今ここに入ってますけど、それでもね、これ左右つながってるんで、ここ三角表示板とかが置けるぐらいのスペースがあります。これ結構だから広いんですよね。そしてこの3列目はね、格納することができます。で、ここに手順が書いてありますが、1がね、これスライドさせてくださいと。で、ここがスライド1、ここに合わせてくださいということですね。だから一番後ろまで後端にセットしておけば OK と。で、2番目はこれを引くと。そうすると、はい、これでもうワンタッチポンで上がってしまうと。で、ダンパーでこれストッパーになってます。まあ、ただ、ボクシーのようにカチッと止まるわけではなくですね、ここにある、はい、これ、ベルトですね。これを、まあ、ここに刺す必要があると。はい、こんな感じで刺すと、まあ、このように止まるという感じですね。で、反対側も、まあ、でもワンタッチポンなんで、はい、これで、しかもね、ストッパーがついてるんで、落ちてきたりしないんで、女性でも楽々ですね。
はい、そうすると、まあ、跳ね上げで、広くラゲッジを取ることができるという感じですね。でちなみにこっちを全部取っちゃうと、まあ、こういう感じになっていると。で反対側も全部取っちゃうと、こんな感じになっていると。だから結構まあ広いですよね、うん、物はだから結構置ける感じになっています。これもちょっとどけてみると、これ今ねあのコーティングのメンテキットが入ってますが、ヘッドレスト3列目のね真ん中のヘッドレストがここに収納できて、パンク処理キットもあるという感じですね。いやだからねここにもまあ物置けますよね。それから左右貫通してますからね、こっち側にね結構広いですね。まあ、あとはねこのように3列目はこの畳んだ前に倒したような状態にして物置として使うこともできますね。はい、ということで、ワンソク名物ダンボールテストもやってみましたが、さすがトヨタの車ベルファイアはですね、フロントリアともバッチリ止まりました。まあ、ただですねなんか条件によるのかその位置によるのか、はたまたこう1回、緊急ブレーキが作動した後は解除されるのか分かりませんが、止まらない時もありましたので、まあ、過信は禁物と。まあ、ただやっぱ近接のね駐車時の微低速時の、静止物に対する緊急ブレーキがついてますんで、パーキングサポートブレーキっていうのがあるので、まあ、そういう面でもねトヨタの車は安心ですよね。まあ、これなんでやってるかっていうと、車ぶつけるのって大体駐車時が多いじゃないですか。隣の車ぶっけちゃったとか、塀にぶっけちゃったとか、花壇にぶっけちゃったとかっていうのはあると思うんですが、そういう駐車時の微低速時に静止物に対する緊急ブレーキがあるかどうかのテストですからね。だいたい動いてるものとか、あの人とかにはどの車も反応するんですけど、静止物に対してブレーキが作動する車って意外とねまだ少ないんで、まあそういう意味ではねこのベルファイアとかトヨタの車であればパーキングサポートブレーキがついてる車では安心ですね。でさらにベルファイアではですね、アドバンストパークっていう自動駐車ついています。これついている車に関しては巻き込み時の緊急ブレーキも作動しますんで、サイドバリバリバリってやっちゃう車とかたまにありますが、そういう場合にも緊急ブレーキ作動するという心強い装備もついてる。こういうところもねいいですよね。といった感じで新型ベルファイア Z プレミアハイブリッド FF の内外装改めて見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱね込み込み700万円超えてくる価格帯ですから、よくて当たり前と思う部分ではありますが、一部ねやっぱレクサスよりも品質こっちの方が見栄えいいんじゃないのと思うところも、まあ、ちょいちょいありまして、まあ、レクサスオーナーとしてはムムムと思うんですけれども、まあ、ベルファイア乗ってる身としては、まあ、満足度の高い、まあ、間違いない1台かなと思います。まあ、人を快適に運ぶということにおいてはですね、アルファードベルファイアに勝る車ってなかなかありませんから、まあ、ピープルムーバーの最高峰として検討されると。まあ、法人でね役員を運搬するのに使うんでも、まあ、アルファードベルファイアだったらまあ間違いないかなと。エグゼクティブラウンジまで行かなくても、まあ、この Z プレミアとかでも十分かなとも思いますし、まあ、さらにね本当2人までしか役員乗せないよっていうんであれば、まあ、レクサス LM とかっていう選択肢もありますが、まあ、一般の方が使うんであればもう本当ベルファイア、アルファードの Z プレミアで十分じゃないかなと思いました。これからもね新型ベルファイアの動画撮っていきますので、ご期待いただければと思います。他にね、ベルファイアとこの車比較してほしいとか、同じ700万円ぐらいだったらクラウンと比較してほしいとか、いろいろねなんかリクエストがありましたら、ぜひコメントいただければと思います。車でも何でもね欲しいと思った時はね買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲シリーズ、今から10番ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。